深い緑の木立に囲まれて、赤い欄干の譲り橋が見えています。ここは福井県小浜市郊外の山裾を流れる松永川、静かな佇まいを見せています。この橋を渡り切った先に妙通寺があります。妙通寺、真言宗御室派で次号は譲り山妙通寺。寺の創建は西暦806年、坂の上の田村麻呂が建立したと伝えられています。何でもその頃にはこの山に一面譲りの木が生えていたのだとか。ちょうど空海が唐の国から帰国して、いわゆる真言密教を日本に広めていった、そんな時代から現存する古刹です。何度か火災に見舞われていますが、現在見られる本堂と三重の塔は今から700年ほど前に建立されたものと思われています。福井県内で現存する建造物で唯一この本堂と三重の塔は国宝に指定されています。お水屋も譲りの木に囲まれています。お寺の周囲は杉や譲りの木に深く覆われて、その先には水草にツツジが鏡のように生える池も配置されています。静寂にして凛とした妙通寺、心が洗われるお寺です。